入党してから昇天するまで一般的な成人男性の平均時間は約7分らしいです。意外と短い気もするし、7分我慢してって言われて女の子に責め続けられるのを想像するときつそうだから、まあそう考えると長い気もします。この数値プロの夕霧さんから見て納得できるデータだと思いますか？結論から言っちゃうと、納得できまっていうところですね。はい、まあそうだね。そもそもなんだろうな、エツチビデオが挿入しすぎ、挿入しすぎとか言っちゃった婿入りしすぎなんじゃないって、まあちょっとね思うわけですよ。だってこうナチュラルにさ、まあじゃあ一回ご自愛で置き換えてみましょう。ご自愛で置き換えると、まあわっちは自分でご自愛するときにトータルの時間は1時間ぐらいかかるんですね。ご自愛しようって思ってから何見よっかなって探して、んこれは良きですねってなったら、後半のちゃんとそのお達しになる姿がどのような姿でお達しになってるのかのチェックをするんですね。ちょっと喋ったんですけど前も、最終的にお互いがちゃんと向かい合っていい感じの尺ある状態でお達しになるエツチビデオだったら、これを安心して見れますねっていうことで、まあそこに集中してそれを視聴していくわけですよ。で見てて最終的に、そろそろお雪になりたいですねって思って、例えばじゃあ最近紹介したいろは禅、これね、これ挿入用のおもちゃですけれども、これを入れるのってまあ言ったら後半なんですよ。そんなずっと入れっぱなしにまあわっちはしないタイプなんで、で大体確かに言われてみればこれを入れてる時間がわっちは7分ぐらいな気がします。まあ7分も入れればいいかなってなるんで、それもあるし、あとは普通にまあ向こう入りをしていって、まあプライベートだったとします。だったらまあ言うてなんていうの、集中して入れるのは7分間ぐらいでいいと思います。なんかじゃあちょっと向き変えてみようかとかいろいろやるんだったら、そっからこうもうちょっと長くなる気はするんですけれども、なんかもう一点集中で取り急ぎ向かい合って行いましょうみたいな、寝る前ですし入眠儀式としてやりましょうぐらいだったら7分でいいんじゃないかなってわっちは思いますね。ゆきろうさん、チローと早漏の差はどれぐらいなんかね、これはもうもう無限無限無限永遠に、まあそれこそわっちの場合はお店なので、例えば90分とか120分とか尺が決まってるわけじゃないですか。だから基本的にまあその時間の中でお達しになれない方はまあそれ以上ってことになりますし、早い方ですと本当によく言う言葉のみこすり班で興奮して満足される方もいらっしゃいますので、もう無限だなって思いますね。タイエさん、昔ラジオで向こう入れから13分未満が満足度が高いって研究データがあると聞いた。ふぃー、あ未満ね。そうだから長すぎてもってとこでもあるんですよ。ゴリラさん、7分超えると女の子は辛いですかね。サイズ感にもよるかな。パンパンに入るご子息だったりすると、やっぱ結構負担が大きいからね、女の子にちょっと長いかなって思ったりするかもしれぬ、やもしれぬ、まあ相性の問題。そうだから、まあ、全然普通じゃないかなってわっちは思います。ほんで長い人は本当に永遠に終わりませんし、早い人はマジですぐに終わります。でもなんか別にだからといって何ってことはないですね。わっちは、皆さんはどうですか？7分以上したいなって思いますか？それとも7分だと長いなって思いますか？3KVC さん、7分耐えられる自信ないな。あ、全然いいと思いますよ。斉藤東西さん、短いかな、もっと楽しみたい感ある。ゴリラさん、マックスパワーで7分無理じゃない？いや、てかさ、マックスパワーでやる必要なくない？思うんですけれどもわからない。ご自身がマックスパワーを楽しみたいっていうんだったらまあいいんですけれども、なんか
ゆっくり入ってるのを楽しむのが好きですけどね、あっちは。レノンさん、向こう入り7分以上はなんかあれな気もする。前遊びも含めて30分とか。猫魔道さんかな、こんばんは、こんばんは。ぽいぽいさん、早くて5分、長いと1時間ですね。まあ、でもそれもあれでしょ、マックスパワーじゃないでしょ。こうゆっくり、じゃあ今度はこっち向きにしてみようかとか、こっちはこ今度こういう向きとかってさ、実際さどうなのかなとか、こう、まあ、誰ならこうゆっくり話しながらだったら1時間いけるかなって思いますけどね。ブラブラご子息さん、7分ぐらいはしたいかな、ただ自分は遅いって自覚あるので。赤い子さん、ゆっくり楽しみたいよね。そうそう、だから女の子の行くってどんな感覚みたいな話の時だったかな、あれ違うかな、違う、なんかのマシュマロで女の子なんですけれども、中で行ったことなくてどうやって中で行けるようになりますかみたいな質問の時に、わっちゃん、とにかくゆっくり自分が上になって気持ちよきところを当てに行けってことを言ってたんですけれども、それをやってると7分以上はかかりますね。女の子がそのお豆とかを駆使していくのってめちゃめちゃ時間かかるんですよ。いや、わかんない、ごめん、人によるのかもしれないけれども、わっちは人にやってもらうってなるとすごく時間がかかる。自分だったらもうそのお豆の気持ちよきなところも全部知り尽くしてるから、このぐらいのタイミングの時にこのぐらいの力加減でこの辺りをよしよしすると達せるって分かってるから最短ルートでいけるんですけれども、やっぱりこう相手が自分以外の方の場合って強くされるととにかく痛いから、絶対に強くしないでくださいってお願いするんですよ。でやっぱこっちとしては精神的なものもかなり大きいんで、すごく優しく、すごく永遠にめでていただかないと、優しくめでていただかないと、こっちとはちょっと行くことができないので、こっちにおいてはちょっと耐久戦ですね。チャンネル登録や評価ボタンポチッとよろしくお願いします。